毎食タンパク質を摂る大切さを知ろう。今日はタンパク質について勉強しましょう。タンパク質は脂質、炭水化物とともに三大栄養素と言われ、生きていく上で特に重要な栄養素です。その働きは人が活動するのに必要な熱やエネルギーとなります。筋肉、骨格、血液、臓器など体を作る主要な成分となります。生命を維持したり、病気を予防するなど、体の機能を正常に保ち、調整する働きがあります。私たちの体の 60% は水分でできており、残りの約半分 20% がタンパク質で構成されています。タンパク質が不足すると、筋肉量の低下、肌や髪のトラブル、集中力や思考力の低下といった症状が起こります。タンパク質は動物性タンパク質と植物性タンパク質に分けられます。両方からバランスよく組み合わせると良いでしょう。では、一体どのくらいのタンパク質を摂れば良いのでしょうか。日本人の食事摂取基準では、一般の人で体重 1kg あたり 1g のタンパク質が必要だとされています。体重 50kg の人では、50g のタンパク質が必要となります。体をよく使うアスリートや成長期の子どもは、体重 1kg あたり 2g のタンパク質が推奨されています。今日はどのぐらいタンパク質を摂りましたか？タンパク質は1日3回の食事でまんべんなく摂りましょう。動物性タンパク質と植物性タンパク質両方をバランスよく摂りましょう。タンパク質の摂りすぎにも注意しましょう。運動後30分以内のタンパク質摂取は筋肉量アップに効果的です。手軽に摂れる乳製品がおすすめです。すべての基本はバランスの良い食生活にあります。健康な毎日を過ごすために栄養面も考えてみましょう。手軽に摂れるタンパク質、コープフィッシュソーセージを紹介します。フィッシュソーセージ。MSC 認証のタラのすり身を使い、お魚の自然な色合いを生かしたソーセージです。常温保存もできるので、遠足や運動会に持っていくのもおすすめ。分別不要のノンクリップタイプです。栄養機能食品です。食べながら袋を見てみようの巻。僕、ソーセージ。世界初、MSC のエコラベル付きフィッシュソーセージだよ。MSC のエコラベルは、持続可能で適切に管理された漁業で取られた水産物に付けられる認証ラベルなんだ。漁師、水産資源の持続可能性や海洋環境に配慮した漁業を行っているか審査・認証します。流通業者、認証されていない漁業からの水産物が混ざらないよう流通・加工されているか審査・認証します。加工業から小売店、そうして製品に認証ラベルがつきます。魚介類は大切な海の恵み。取りすぎると生態系全体のバランスが崩れちゃうかもしれない。 MSC の目的は漁業を持続可能にして海を豊かにすることにあるんだよ。お魚の自然な色合いも特徴の一つ。1本でカルシウム 457mg、 タンパク質 5.7g 取れるよ。フィッシュソーセージは常温で置いておけるお魚食品。いつでもそばにあると安心だね。袋の表示も見てみてね。質問に答えて応募してね。僕が当たるよ。ご視聴ありがとうございました。またねー。